一枚の鋼に火を通し、職人の魂を打ち込んで完成する剣打ち刃物。刃物は切るものに合わせて微妙な歯ごしらえが重要です。一本一本用途に合わせて手作業で切れ味を出すのが魅力です。白山市鶴木地区は白山姫神社の門前町として栄えた町。刃の剣と書かれたほど刃物の生産が盛んな地域でした。江戸時代には農耕から山林用、家庭用まで幅広く打ち刃物が作られていました。ところが明治以降には機械加工技術が発達し、火作りから行う鍛冶屋はほとんど姿を消してしまいました。剣打ち刃物の名を有名にしたのは川取包丁です。戦前には一般の家庭で果物やイボなどの皮を剥くために使われた包丁です。ノコギリも代々この土地の鍛冶屋によって作られてきた刃物です。手作りの道具の使いやすさと愛着は量販されているものとは比べ物になりません。切るものに合わせた刃の粗さや角度の調整は切れ味を大きく左右し、使い込むほど味が出てきます。まあ、いいものは長く使えるということですね。残りにも全て鋼でできておりますので、もう本当になくなるまでですね、使うことが可能です。見た目は全然わからない、ただ実際その見えないところでの技っていいますか、それは長く使えると、これは日本の普通のものというふうには思っております。現在鋼の素材だけで作られる刃物は刀とノコギリしかありません。その製作工程は、まず鋼の原板をノコギリの形に板取りします。切り出した鋼を鍛造するための火を起こします。まず火床に砕いた炭を入れて点火します。さらに高い温度を持続させるためにコークスを加えます。火力は炎の色を見て判断します。火床に鋼を入れて、火作りバサミを使って鋼全体に焼き入れをします。焼き入れ温度も熱せられた素材の色で見極めます。鋼が赤くなり、さらに黄色みがかったら引き抜き油につけます。これで鋼の強度を引き出します。焼き入れたものはガラスのように硬く、これを粘りのある柔らかさが出るように焼き戻し作業で調整していきます。粘りの確認も温度変化によって変わる鋼の色を見ながら行います。職人の技と経験が生かされています。鋼の伸び縮みによる歪みを取りながら、表面を金槌で叩いて均一に成形します。これは薄物は難しいと言われた秘伝の技術で、ノコギリ職人が少なかった最大の理由でもあります。歪みを取った後、平面研磨機で表面を荒削りします。
ノコギリの断面は同じ厚さではありません。刃の反対側の板厚を薄くすることで抵抗を少なくし引きやすくしています。回転砥石を使って鋼の表面を磨き、錆をつきにくくするための中仕上げ、そして本仕上げを施します。これはノコギリの刃の目立て作業です。一つ一つの刃をヤスリで削って鋭角にします。用途に合わせて刃の角度を変えて調整します。ノコギリの刃は引きやすくするためにあさり出しを施します。あさり出しとはノコギリの刃を一つ置きに左右に出すことを言います。アサリの幅は見た目と刃槌で打つ時の音の響きで判断します。切るものに合わせて使いやすいノコギリに仕上げるためにあさり出しの調整はとても重要で、職人技によって微調整を繰り返します。ノコギリ全体に歪みがないことを確認し、柄を取り付けて完成します。鋼は熱して急ですれば焼きが入ると言いますけれども、硬度が硬くなります。硬いものから今度多少硬度を落としていくわけですけれども、ただこう柔らかいということは硬さがなくなるわけですから、今度はその長持ちしないということになります。相反するものをどこへで接点を持っていくかというのがノコギリのその焼き入れに対しての一番の命だというふうに思っております。高度な焼き入れの技術によって鋼の硬さに粘りを加える。切るものに合わせて刃先や柄の角度を調整することで切れ味だけでなく使いやすさも生まれてきます。使う人や切るものに合わせて柔軟に対応できるのが手作りの職人技です。ノコギリは単に木材を切るためだけのものではなく、植物を生かすための剪定用など多種に及びます。また戦前には一般的であった革取り包丁が復刻され、現代でも好評を呼んでいます。この仕事がですね、一日でも長く続けられている状況があればいいのかなというふうには思います。そのためにも一生懸命いいものを作って喜んでいただけるということが、これが一番だというふうには思います。近年大量生産による品物が多く出回り、良いものを長く使い続けるという風潮が失われつつあります。それに伴い鍛冶屋も少なくなっています。鋼という素材の特性を知り尽くし、刃物を一本一本手作りで丹精込めて仕上げる。使う人や物のことを一番に考える職人の技と心は、今も昔も変わることはありません。